者、陽子殿。おお、さすが田村殿の娘、お見事だった。田村殿よ、美しいご息女を何故部の道に。一種の優勝のもとに弱卒なしというところか。ご子息は毎日武芸を収めているのに、ご息女の陽子殿に勝てなかったとはな。ご息女が刀を持ち武術を極めるなど、いかがなものかと思いますな。これは娘が決めたことだ。近頃海上では悪鬼が暴れており、海沿いの民は富を奪われ、まともな暮らしすらできないと聞いた。あのような若くて武芸に秀でた方がいらっしゃるなら、大名様に進言し、田村殿と陽子殿を悪鬼討伐に使わすのはいかがでしょうか。賛成する。大名様、民を守るのは我らの義務だ。田村殿もきっと引き受けてくださると。わしも賛同する。静粛に。よかろう。田村大将、そなたに娘および家臣と共に、直ちに海の妖怪が救う海域に赴き、悪鬼どもの討伐を命じる。生き残った我ら十数人は全員負傷して、もうこれ以上戦えません。敵の数があまりに多すぎます。このままでは全滅してしまいます。話せ、陽子がまだ戻っておらん。しかし陽子様は大怪我を負っていらっしゃいます。全員はすでに死亡しており、たとえ陽子様がここに戻られても治療する術はございません。さようでございます。殿、我々のためにもどうか撤退を願います。全員船に乗れ。この島を離れろ。殿、あそこ。陽子、そなた、怪我は？父上、海の妖怪の首を取りました。そんなことより、無事に帰ってこれてよかった。お帰り。今戻りました。これが家族というものなのか。嫌いじゃない。ウボンウェ大将の娘、陽子殿が海の妖怪を討伐した功績に基づき、鈴鹿御前の名を授与いたします。
聞いたか、田村様と陽子様が海の妖怪を撃ったと。当然の報いだ。田村様はまさに我らの守護神よ。そうだそうだ。しかし陽子様も変わった方だよね。正義感が強いというか武術に熱心。そうそう、かなり気性が荒いらしいよ。家臣たちも言ってた。お嬢様が怒るときはまるで悪鬼のようにって。聞いたか。ああ、この前食い逃げ犯が危うく陽子様に殺されかけたって話だ。俺もその話聞いた。ひどい話だな。俺だったら食い逃げされてもいいから店に死人が出るのは勘弁だ。そういえば陽子様が変わったのは5年前の妖怪討伐をしてから。しかしまさか。田村家の家臣、町の子供も陽子様が大好きだ。お方が妖怪だなんてあるわけがない。盗っ人じゃ。助けていただきありがとうございます、陽子様。言い過ぎだろう。そろそろ話してもいいのでは。骨が折れてしまいそうです。ちょっとやりすぎですよ。今までは死んでしまうぞ。おやめください。このお礼に免じてその者をどうかお許しください。このままでは死んでしまいます。陽子様は一体どうしたんだ。俺が言った通りだろ。陽子様は絶対に妖怪に取り憑かれたって。漁村の皆を代表して鈴鹿御前様に最近海辺にやってきた大妖怪の討伐をお願いしに参りました。あの妖怪はとても強く蛮行で、私たちは安心に暮らすことができません。海の妖怪どもを鎮圧し皆を守ってきた鈴鹿御前様、どうかお助けください。任せて。あの妖怪がまた出てきた。逃げろ。食べられちゃうわ。御前様が助けに来てくれたんだ。俺は助けてくれ。誰だお前は。同族なの。しかも私は海の妖怪を討伐し港の安泰を守る鈴鹿御前。悪いわ、あなたを退治しなければならない。上等だ。どうした？全部でかかってこいよ。お前は強いはずだ。ここで妖力を使ったら私の正体が。よそ見すんな。俺を舐めてんのか。でかい口叩いといて弱えんじゃねえか。全力を出して構わん。父上、あの妖怪は強い。
人間の力でどうにかできる相手ではないことをそなたも分かっているはずだ。父上、私は大丈夫だ。そなたが何であろうとわしは信じておる。何であろうとか。お前も海の妖怪なのか。やはりそうだったか。そなたはわしの娘ではない。ち、いいえ、田村殿。教えてくれないか、真実を。あの島で一体何があったのか。わかりました。今更隠しても仕方ありません。田村殿にお見せしましょう。5年前に致命傷を負ったにもかかわらず一歩も引かずに立ち向かったあの少女の記憶。なぜあいつらを守る。あいつらはお前を捨てて逃げたの。そう、それはよかった。よかっただと理解できん。なぜあいつらのためにそこまでする。なぜ。私の家族だから。家族だと。一族を率いるために私はその家族という力を知りたい。教えてくれないか。お願いするなんて、あなたも面白い鬼ね。
私は人間を敵だなんて思ったことがない。お前たちが勝手に。そういうことか。お互い大変ね。大事なものを守るために、私もあなたも。何よ、この傷じゃ長く生きられないようね。今教えてあげる。あなたが欲しがっている力を教えてくれ。ってことをしたんだ、この愚か者。あの少女から聞けなかった答えを探すため、私は彼女になりすました。彼女のような人間になれば私もその家族という力を見つけられると思っていたが、間違っていたのかもしれない。ヨウコ、あの怪我では生きて帰ってこられないと分かっていたのだ。わしはただ真実を受け入れたくなかった。嘘だと気がついていても、陽子が生きてくれれば。噂の通り、我々が騙してそなたはアキを討伐するどころか、娘として養っていたのは。アキが止まっていたなんて見損なったわ。民を欺き、アキの味方に立つ。俺は立派な謀反だ。そいつとあの妖怪らを大名様に引き渡す。田村殿、よかろう。そなたらについていく。田村、何を言うんですか。私がどう恥ずかしめられようと構わない。しかし娘だけは。田村殿、私は娘には一切関係ないのだ。指一本でも触れてみろ。ただでは済まないぞ。行け。わしなら大丈夫だ。しかし。行け。
あんなものを集めて何をするつもり？いいか、この島は今後私たちの家になるんだ。ここを全ての妖怪の帰る場所にすると決めたんだ。そのために武器が必要だ。なあ、本当にこのままでいいのか？あの田村という人間が獅子を命じられたと聞いてから、お前はずっと心ここにあらずだぞ。人間と海の妖怪は長年対立し続けていた。一人の人間の死は私に関係ないはずだ。海に戻り、海の一族を率いることこそが私のやるべきことだったはず。だが、わしなら大丈夫。しかし、あなたが面白い。決してあなたたちを通さない。てか私の心がどうにも落ち着かないんだ。なぜって、なぜって、あの人がお前の大切な人だからに決まってるだろう。私の家族だから。家族だから。そうか、あなたが言いかけていた答えはこのことだったのか、陽子。おい、何その顔は。なんか言えよ。何すんのよ。ちょっと行ってくる。どこへ行くつもりだ。俺も行く。どれほど危険なのかわからない場所でも。はあ？当たり前だ。一応お前は大切、大切な同族だから。人間なんかに捕まえられたら海の一族の恥になるからな。家族だよな。どう？家族だ。おい、この刀は小さいだろ。つえ、これが守るものがあるやつの持つ力なのか。そなたは悪鬼を生かし、お上を欺き、民の安全をおざなりにした。
だが海の妖怪を討伐した功績に免じ、受け入れてはいけません。大名様のご慈悲により不足だと言ったはずです。切腹の刑にする。どうしたんだ、うなされてたぞ。いや、なんでもないよ。いつもの夢を見ただけ。ちょっと出かけてくる。どこへ行くつもりだ。俺も行く。ちっとも変わってないな、お前は。え、一体なんだよ。おい、待てよ。ガンバ、大竹丸、しばらく鈴鹿山をお前に託す。あ、なんで急に。ヒガンバナが私を呼んでいるから。私にはまだやらなければいけないことがある。でも安心して、必ず帰ってくるから。よくわかんねえけど、お前が決めたことなら信じてやるよ。鈴鹿山は俺に任せろ。奴らのことは俺が絶対絶対に守ってみせる。うん、任せた。
何があったのか必ず突き止めてみせる。